このレッスンでは部分的にコントラストを上げる例をご紹介します。はい、今表示されている写真ですね。ここに雪が積もっていて、で、こちらの池にですね、向こうの木立が写っているという写真なんですが、この水面の木をもう少しくっきりさせたいと思います。ただ、単純にコントラストを上げてしまうと、こっちの雪のとこですね、微妙なグラデーションなので、こっちが白く飛んだり、ちょっと汚くなってしまいそうなので、この部分だけコントラストを上げたいと思います。さあ、そういった時のですね、例をやってみようと思います。ではまず、このレイヤーをですね、これ複製します。はい、このレイヤーのウィンドウでドラッグしてきて、下の新規作成のアイコンですね。ここに重ねて離します。すると全く同じレイヤーがもう一枚作成されます。そしたら、ここのですね、描画モードをオーバーレイにします。すると、こんな感じに重なります。コントラストが上がってますけど、はい。まあ、単純にコントラストが上がってしまうと、木は見えやすくなっても、ご覧の通り雪の部分飛んでしまいますね。さあ、ここからちょっと仕掛けが始まります。では、フィルターのメニューの、その他から、ハイパス。これをかけてあげます。はい、そうするとですね、ハイパスをかけてあげると、実際の画像は、こっちの、このウィンドウの中みたいになってます。そして、オーバーレイで重ねていると、50% のグレーですね。ちょうど真っ白から真っ黒のちょうど中間のところ。そこの部分は何にも影響がなくなります。はい。で、ハイパスで、このですね、雪のすごく明るいところは暗くなってますね。で、こっちの木の部分が残ってる感じなので、それが重なることによって、雪の部分があまり影響を与えずに、木の部分のコントラストが変わってるということですね。このハイパスの具合を変えると、このように、見え方もだいぶ変わってきます。で、今回はこれ20ピクセルぐらいしましょうかね。はい、そうすると、はい、このような形になりました。こっちのレイヤーをオンオフしてみると、はい。雪の奥の方はもう全く影響がない状態ですね。ほとんど影響がない状態ですが、手前の木ですとか、あとこの岩壁の部分ですね。こういったところが強調されて、よりですね、メリハリがついた写真となりました。さらにですね、この方法、これ単純にレイヤーが重なってるだけなので、この不透明度をですね、上のレイヤー、下げてあげると、どんどん効果が弱くなってきます。こういったところで 100% だとちょっと強いかなという時には少し下げてやるとですね、効果のかかり具合を調整することができます。さあ、フィルターだけじゃなくてですね、レイヤーの重なりによってシャープネスを調整する。こんな方法も覚えておいてください。